で、しゅうくんこれ軽いでしょ、パーカー、あの夏用で、あのこれいいね、はい、クラーキーだとこいい、そうですね、はい、背中バッチリヨシヒコさんなんで、走ってるヨシヒコなんで、走れないヨシヒコ、いや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 、よろしくお願いします、お願いします、せーの、本日のヨロピコやるなら今、明日に向かってプレーボール、ヨロピコだからもうちょっとで迷宮会、もうちょっと迷宮会会、そうそうそう、補足するんですか、いやいや、それ補足しようって言ってるそしたらちょっと強いチームになりますね、どこまで入れるんですか、いやだからこう見てくるとやっぱし原因があるね、原因ある、野球の原因じゃなくて違う方の原因が出てくるからちょっとやめた方がいいかと思って、ありましたね、コメントが湧きましたもんそれ、本当ね、松井もうちょいやろ、あいつも確かに松永でも結構いいところまで行ったんじゃないですか、1700か1900、そうそう、同じぐらいしてね、そうマー君が三振やろ、あマー君そうですね、あれ今パーマー君なかなか出てこないですね、どこまで確かに正確なー、いやでも3勝ですから3勝頑張れて、大丈夫でしょ、長谷川亮平さんが4勝やけね、あ3勝か、あと長谷川亮平さんってカープ昔ここ痛、はいはい、いの197勝で終わってない、それはもう球団としても何だろう、迷宮化ができるないやから、今セーブも入るよな、何入ってるな、あそうそう、セーブとホールドのやつとか入ってるね、正直は90、だからセーブだけでいくと250セーブだけど、今200セーブと200ホールドなんか足していかない、177勝やろ、ホールドなんかないじゃん、2セーブあるんですよ、セーブ2セーブ2セーブギリ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 抑えたやつ、高卒2年目で、まあ、初勝利ですね、あ前ゆうたろうさんからのバトンタッチ、そうですそうです、この時ってどうだったですか、高卒2年目ですからね、その時、まあ、ちょこちょ こう配線処理とかで、うん、こうまあちょっといいとこで使ってもらったりとかしたら、だんだん抑えたいって気持ちになるじゃないですか、うん、やっぱね、フォアボールが多くなってくるんですよ、打たれたくないから、あ逆にね、でその時なんかよく自分でもダメだなと思うんだけど、マウンド立つとやっぱりどうしても逃げてしまうというか、その抑えたい気持ちが強い、打たれたくないっていう、打たれたくないっていう、でこれの時に今井さんが2点2点取られたんです、初回2点でもう急にピッチャー欲しいのになったんで、あ俺これで多分ダメだったら2軍化されるだろうなと思ったんです、で自分でももうずっとフォアボール出したの分かってたんで、とりあえずボコボコになっておりよって思ったのはもう最初だった、キャッチャーがアウトローから入ろうって言うんだけど、全部インコーイ、まあ、インハイのいいとこ行くんですよ、それがまだ強いセーブだったんですよ、はい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 、どうせセーブだろ、どうせボコボコになって終わるだろうって思うんで、アウトローを構えたやつ全部インハイ、アウトローインハイ、アウトローがインハイばっかり行くんですよ、こうしたらね、意外と当たらないんですよ、だからそのうちにだんだん点数が詰まってきて後半逆転したんですよ、そしたらドキドキして最後9回、当然だってリリーフ出てくると思うじゃないですか、最後までいけって言って、その時だけやっぱ最初フォアボール出すんですよ、また、ウェッツモーター、でその時中澤さんが来て、お前なっつって、まあ、これからもっと大変な場面に投げるんだぞっていうのを覚えてて、だから思い切って来いみたいなこと言われて、まあ、そこで吹っ切れて結局勝てたんですよ、でこの年にその2セーブ、全体で2セーブの1セーブ目1年目ですよね、そうでしたっけ、はい、全部で2試合セーブをでもセーブ出す方がすっげえ勇気だな、なんで使ったんですかね、止まるボールと、いやでもすぐ出すになりましたよね、マジだった、だからもう僕はもう先発しか行ける道がないっていうのも逆にはっきりしたんで、まあ、それはそれで良かったかなと思うんですけど、その翌年はもう先発は一角で9勝ですよ、うん、そこもでもちょっと中も入りながらはちょっとやってたんですけど、これ出てきます、この年のオフにあの例の指にかけたフォークボールを覚えられたっていう、そっからであれを覚えてから10勝できるんだ、びっくりしかないですよ、このカーブがまっすぐふっと落ちるんだよね、はい、全部緩いたからね、でももうこの頃ですよね、やっぱりこうトレンディーみたいな感じにこう言われて、
球界の人気者になっていかれましたよね。あ、そうだから天野さんとか、はいはいはい、それもすごい助かってて、はい、そのままやっぱり飯食えとか太れとかって言われたけど、うん、結構プレッシャーだったんですけど、うん、でも天野さんとか出てきて細いよね、細くて、なんかそれで2人とも15勝ぐらいしてたんですよ、はい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 、西崎もそうだったよね。だから、まあ、ある程度、まあ、その時も、まあ、勝てたので、はいはい、だからもう言われなかったんですね。だからそれで、でもそれはやっぱり西崎さんとか天野さんもいてくれたおかげもあると思うんですよ。ただあの二人だと風揺れんけどね。わかりませんよ。あそこしっかり、もう違う。いや、揺れんやん、揺れんでしょ。向こう大会も、向こうの方が大会しっかりしてるぐらい。いや、シッコさんも揺れてますよ、多分あそこ番だったら。よしでこうやってると違いますからね。いやいや、セットこうしてしまう。でも、本当だよな。考えたら。こうした時に、ふらつくわな。まずこれがまずこうなってるでしょ、うん、もうそれだからこんなのってでもサードコーチだこうだこうだって言うのだから、でもまあそれ多分審判が言ってくれたんでしょうけど、うんうん、そのいちいち言いに来てくれたのはまあありがたいですけど分かってるんですけどね、自分でもこれどうしようもないでしょ、だってそれでボーク取られたらフォアボールで出したら全部言ってるんですからね。そうね。でこう今でも語られる星野哲也、ミーティングで速球を投げる投手陣にはインコースを攻める、あ、そうそうそう、指示されていたから星野さんが自分で工夫しろって言われた。本当ですか？そう、いや本当ですよ。だからその時そんなになんか映像をがっつり見てとかじゃなくて、うん、こんなチャートを見ながら、うん、大体こうパターンのデータを集めて、で140キロ以上投げれるやつはインハイいけると、うん、はいはい、俺全く関係ないなと思って一応聞いたんですよ、すいませんっつって、僕どうしたらいいですかって言ったら、お前はちょっと自分でいろいろ考えてやってくれ。でもね、逆に言ってこれ良かったんですよ、結局好きなとこ投げて打たれても言われないんで。あ、そういうことね。そうだからアウトコース強くても、うん、俺こっちだってインコース弱い人でなんか打たれちゃうんで、うん、指示がないわけだから逆にラッキー、僕はラッキーだったし、ダイエーにいたバラザードは顔が見たくないと言われたのいつも悔しくバットを追ってたという。バラザードだって最初投げた時にバットも向かってきましたから俺何したのかなと思ってカーブ投げた瞬間舐められたと思ったんですよ、ね、こうやって向かってきたからもう何を言いに来たんだろうと思ってカーってやるんですよ。腹立つみたいな。でその後に福岡行ってダイエーホークスになってからアップ賞が入ってた、はいはい、またアップ賞も感化されて、はい、でアップ賞にまたもう1球だけ抜いたカーブ投げて三振取ったんですよ、見逃し三振、うん、またアップ賞も怒って、はい、ボール球をストライクって言ったんじゃないかって審判になんか怒ったと思って、審判がね、はいはいはい、ガッて言ったら俺に怒ってたんですよ、アップ賞なんかこいつ舐めやがってっていう。本当カーブフォークカーブフォークだったんですよ、バナダール、うん、もうでもまっすぐいけるだろうと思って投げたらホームラン打たれたんですよ。絶対まっすぐ投げんとこうと思って、いや普通待つでしょ、でもカーブフォークカーブフォークだったら待たないんだと思って。あ清原だけかな、ね、僕が首振ってまっすぐ。ご視聴ありがとうございました。登録、いいねをよろしくお願いします。ゲームセット。明日もよろぴこ。